はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモッドの続きをプレイしていきたいと思います。でちょっとね、なんとかお話ししてると思うんですが、いろいろと旅行だったり仕事だったりというところで立て込んでしまいまして、プレイ感覚が少し空いてしまっているので、一体全体どこまで進んでどういう感じでやってきたかっていうのが若干危ないんですが、思い出しながらかつしっかりプレイをしていきたいと思います。でご覧いただく皆さんもガンダムモッドステラリス久しぶりじゃんっていう方、そういうふうに思われる方がほとんどだと思いますんで、ちょっとずつね見直しながらプレイの方はしていきたいと思います。ではまず早速なんですけども、資源の状態でいうとエネルギー通貨がマイナスになっていく傾向にあるので、せっかく建設船が余っているようなので建設船を派遣してまずはエネルギー通貨の獲得をしっかりやっていきましょうか。自国の範囲内でまだ取れるのは何があるかっていうのと、建設船が今どこにいるかだよね。ここにいますね。ここここにいるとはいえ、こっから派遣していくとなると割と近いところでもどこになるのっていう話だよね。で調査船はというと、今待っている調査船はここだな、ラムダサーベンディーズにいるわけですね。じゃあここは1個スペシャルプロジェクトを行いつつ、建設船もここに派遣して、最優先で通貨、これの発掘をやっちゃいましょう。採掘はすでにやっていると言われちゃってる。じゃあ他のところになるよね。今どうしても通貨が全然足りないので、通貨が取れるところを重点的に狙っていくとなると、他はどうだろうな。アトミーか、1とはいえこれ貴重なので取りに行きますか。じゃあアトミーもダメとなると、一旦新しいところが建設されるまで待ちますか。いやでもな、今ご覧いただいている通り本当にどんどん通貨が減ってく一方っていう状況になってるんで、これを打開するには一刻の猶予もないんだけどね。さて、あと艦隊の状態なんですが、今第1から第4までの艦隊がいて、主力が第1遠征艦隊、これホワイトベース、はい、ビズミーですというところで、まあ、この艦隊を中心に戦っていくことになるんですが、この
第一艦隊、これが今キャムスリンにいますと。で第二艦隊、これがカートレックス級か。全体値としても、まあ、そこまで高くはないという状態ですね。この第二遠征艦隊が今でいうと地球圏、このまさに地球上にいる形です。で第三遠征艦隊、これが今だとピクサムにいるわけだな。で第四遠征艦隊はサイフ、まあ、ここはいつもね揉め事が起きやすい場所なので、サイフに引き続き駐留させましょうというところで、あとは建設関係ですね。地球圏で作れる宇宙港で、作れるのが建設船、調査船、コロニー船、まあ、この辺りはちょっと今作る状態にはないので、一旦置いておいていいのかなというところですね。でその他で言うと、まあいろいろあるもののですね、宇宙基地の造船所で何か新しい艦隊が作れるかというと、ホワイトベースちょっと作れないよね。カートレックス級、これもきついよなとなると、まあ今鉱物が全然足りていない、お金もないっていう状況なので、一旦時間をじゃあ進めていきましょう。お久しぶりなんで、ちょっとねスピードは一旦通常のスピードで進めていきます。サイド3は相変わらず安定化しないな。建設完了したで。ランテマリオ、ドリマスク、この辺りで一旦ちょっと資源通貨ですね、ここの獲得を行っていきますか。で調査船はどうしてもリーダーを任命する必要があるので、新たに雇用していきましょう。エネルギー不足、いや深刻化してきたな、エネルギー不足が。慢性的な金不足に陥ってきてるわけだな。
まあ、いずれにしても通貨不足になるといろいろ問題が起きるとはいえ、今更この通貨危機というかね、お金不足、財政危機を簡単に脱することはできないので、我慢しましょう。エアスターズとか欲しいよな。今だと調査船4隻のうち2隻で人がいないんだな。で、かつ雇えないという結構致命的な状態か。なんとか誰かお金を分けてもらわないとかなり厳しいな。Venus where we communicate with other civilizations. Here we can declare war, form alliances, and implement trade deals with our neighbors, amongst other things. いやー、ちょっとお金ちょうだいみたいなものもないよね。外交で。ちょっとさ、でもまとまったお金本当に欲しいんだ。ちょうだい。ま、くれないよな、普通に考えて。いよいよ赤字に突入しますというところだな。じゃあ、ただこれこのままにしておくわけにはいかないからな。そしたら建設船を発見して、宇宙基地を作るしかないんだけどな。ちょっと足りなくてここに進出ができないんだ。となるとランテマリオよりもエアスターズ行った方が賢い感はあるよな。エアスターズに行こう。というわけで、エアスターズに移動しとく？で、さらにお金をどんどん獲得していかなきゃいけないんで、建設船。他も、どん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 、資源を獲得できる場所へと、移っていく必要があるかなというところですね。あとはちょっとでもお金をくれそうなところを探していきましょう。鉱物40あげるから。エネルギー通貨を一括で400ちょうだい。
だは、まあそうなるよね。とはいえ何度も何度もトライしてみる価値はあると思うんで、まあさっきのがダメだったとしたら、貿易協定で鉱物を毎月、いや毎月はきついな、一括で400送るよと。で代わりに400ちょうだいっていう、これだったら対等じゃん、むしろ美味しいでしょう。よし、これは成立したね。エネルギー通貨400を手に入れたんで、これで耐えしのごう。リーダー任命する余裕はないんで今は我慢で、 A アスターズで通貨を8獲得できて、かつこれを見ておくと、鉱物も6確保できるんだな。となると今キャム3にいる第一沿線艦隊をアトミーに移動させます。いや本当に今艦隊を増強する余裕がなくて困ってるな。本当は外敵に備えてね、しっかり建造をかけていきたいんですけど、影響力が60まで達すれば A アスターズ、ここですね、ここに行けると。新しい出会いということで、ティラスルス独立国からの通信ですね。さて、じゃあそのティラルルス独立国なんですが、異星人ですか？まあお互い様だけどね、この辺りは、まあ、キノコみたいな形してますが、新キャバ一世に率いられるティラスルス独立国の代表、我々が治める領土は神から与えられたものです。あなた方が我々の魂の問題に干渉してこないなら、我々はあなた方の文化を喜んで学ぶでしょう、ということか。ここは下手に刺激するよりかは仲良くしましょう。味方は多い方がいいですからね。でこの後のことを考えると、ポップもねどんどん作っていかなきゃいけないっていう、諸事情があるので、まともに物が取れないところは建造で、ポップに作り変えていきましょう。食料もね減り始めたら早いですからね。今のうちにしっかり、蓄えを増やしておきましょう。
モビルスーツファクトリー欲しいな。これまあただ今欲しいのはポップなんで我慢我慢。この農場も新潟をねちょっと研究した方がいいかもしれないな。早めにでちょっとね慣れてきたというかプレイフィールは思い出してきたので時間の進みを早くしましょう。ちょっと待ちましょうね。これがどこっていう話だよな。さてさて財布か。まあ財布はいつもこうなる。第4遠征艦隊がいる。第4遠征艦隊でこれを撃退するしかないね。ちょっと戦いを見守っていきましょうか。じゃあさて続いてソイサイド2だな。民間コレクターが古代先駆者文明サイプレックスに起源を持つと信じられている遺物をどういうわけか所有。政府の圧力にもかかわらず今のところそれを手放そうとしないと。どんな人でも買収できるのだという話だけど、お金がなくてそもそも無理だよね。くそー、あとは敵の艦隊が強いなぁ。戦隊値では上回っていたはずなのに。ちょっと微妙な戦いになってるね。オスカン政権で海賊か。まあ、とはいえ、ここは一旦任せられそうなので、オスカン政権に行きましょう。プラズマ投射法は完了したので次だな。Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. オスカン星系って言ってね、オスカン星系に対してこちらとしては艦隊を早めに送って潰しちゃいたいな。であとは財布に新しく艦隊を送っておかないと危ないので、財布に艦隊を送るっていうこともやりましょう。で財布に送るのはどうする？ピクサムにいる艦隊を一旦財布に戻しましょう。戻すというか動かしましょう。
で、財布で戦った第4遠征艦隊、これ傷ついているので、戦闘が終結したら一旦修復に戻ります。で、あとオスカーンだな、オスカーン。オスカーン星系がどこにあるかだ。オスカーン星系を確認して、至急、艦隊を送りましょう。ここだな。では、このオスカーン星系に対して第1遠征艦隊、これを送って、これを完全に破壊しましょう。さて敵艦隊だな。これはオスカーンでいいんだよね。オスカーンでは確実に敵の海賊艦隊を叩けるので一旦放置します。で、問題の第4遠征艦隊、これだな。これを修復に一旦戻すしかないね。で、今度はボール破壊帝国。これさ、もう明らかに危ない名前してるよな。異星人のクズメとかって言ってきてますけど、もうここはまともには戦いたくないので、のんびり過ごしましょう。で、アトミーでしょ。さて、またお金が足りないという状態が続くな。エアスターズでの建設が進んでなかったな。ちょっと迂闊でしたね。で、オスカーンに派遣した第一遠征艦隊、これも一旦修復しましょう。財布はとにかく危険なので、財布には常に艦隊を置いておきたいのと、第二遠征艦隊、これもちょっとどうだろうな。いろんなところに艦隊派遣するだけの余裕がないんですよね、今。次、それなりにお金が取れるところがどこかっていうところだと思うんですけどね。さて、じゃあ今度工学系の新しい、研究ですね。これ何かしていかなきゃいけないんですが、どうする？基本型攻撃機を作るのか、プラズマスラスターを作るのか、
まあ、ガンダム、ビームライフルか。これは欲しいよな。コンポーネントアンロックでガンダムのビームライフル。あとはメガビームランチャー。これはちょっと先に研究しちゃおう。すぐ終わると思うんで。で、人が死んだ？いやー、今その余裕ないんだよね、本当に。通貨のお金の余裕が全くないんで。まあ、なんとかエイアスターズで通貨8を獲得しておいて、ちょっとでも多く通貨を獲得しときますか。雇用する金が本当にない。しょうがない。またどっかの国と取引しますか。ティラルス独立国更新して貿易協定だな。エネルギー通貨、これを、いや違う、鉱物を一括で送りましょう。400で、代わりに鉱物を、違う、エネルギー通貨を一括で400。悪い話じゃないと思うんですよね。で、一旦時間止めましょうね。まずは科学者を一人雇いましょう。第4遠征艦隊が修復完了したけど、第4遠征艦隊に関してはちょっと増強してあげないといけないからな。で、エイアスターズの方はというと、これで採掘ステーションが完成すれば、エネルギー通貨はなんとかプラマイゼロまでは持っていけそうかな。いや、なかなか厳しいですね、本当に。通貨の管理が。では、また時間を進めていきます。まあ、ガンダムのビームライフルが完成すればね、それこそだいぶ変わるんじゃないかなとは思うんですけどね。
第4遠征艦隊の増強は必須だからな。でランテマリオで4獲得してしまって、ナシラ、シダ、この辺りでも進出をやっぱかけていかざるを得ないかな。一つ言えるのは、ただ影響力が今42ありますけど、これ60までたまらない限り新しく国境を広げられないですからね。まあ、幸い鉱物はそれなりに数が取れるようになってきたし、ポップも安定して獲得はできるようになってきているので、まあ、そこは安心して見ていられるかなというところなんですけどね。じゃあちょっとエイアスターズの第一艦隊は派遣しておきましょう。第一艦隊は2000超えてますけど、残りが全くって感じですからね。さてこれでようやく通貨がマイナス2まで持ってきたので、これプラスになんとか変えていきましょうというところになります。あ、ジムか、まあ、422、これもすぐ終わるっちゃ終わるんだけどな。いや、走行をアップグレードする方が重要だよね。あとはリッパーキャノン、これも欲しいな。リッパーキャノン、はっきり言ってこの D50 のロト、これを新しくね、そのモビルスーツとして開発するのはちょっともったいないからな。いや、ここはリッパーキャノン、ミサイルだったらリッパーキャノンだな。はい、ではちょっとね、時間長くなってきました。でちょっと前半操作方法を忘れてうだうだしちゃいましたが、一旦じゃあここまでにさせていただいて、次回はですね、エネルギー通貨、これプラスになんとか転じていきたいなと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。